ちょっと空いた時間を使って一曲打ちます。トンパツ親のパーソー、トンパツ親パーソー。パッとしない手配ですね。エンタンピンにもならず、まあ何か自敗重なって連チャン狙いの上がりができたら100点かなと。カンチャンばっかりで相当いい積もをしないと張らなそうなんで、厳しいハイパイです。何か自敗から重なればもう泣きまくって連チャン狙いの1500いけるんですが、まあピンズの789ちょっとミスですね。これは痛い、結構致命的ですね。唯一狙えたこのハイパイでの役、これをちょっと逃してしまいました。これは捕まえてた人結構いると思うんで、私だから逃した。マンズの下あたり切っていけば、切っていれば、ピンズの789は捉えていたと思います。4人ともピンフ系の捨て牌、メンタンピン系、リャンシャンテン、上はウーソーポンでこの捨て牌、ソーズも切れてるし、タンヤオですね、タンヤオ。ダブトンは当然ポンします。仮点狙いでもリャンワンが2枚切れなんで3ピンの方を選択しました。あ、 D1 切りか。ちょっとこれもミスかも。数ワン入った時にテンパイになるのに力切るべきですね。355の形にしておけば。ソーズの上は切れない、ピンズわからん、まあ、ドラのパースを押す手牌じゃないんで、実質今からダブトン出てもテンパイ取らないですね。急走あたり落として、あ、なんでもないです。ピンズの789をミスった時点で失敗ですね。ピンズの789捉えれば、あらら、ちょっと痛いな。ちょっと今のはソーズの778899すらミスってたんで、ちょっと判断が鈍ってます。親が亡くなってトン2曲、これはメンタンピンのローソー使いと、まあ、手なりで真ん中に寄せてという感じだと思います。4人ともピンフ系の捨て牌、ちょっとこのチーピンは目立ちますけど様子見。このチーピンは目立つな。変則手の可能性もあり、変則手の可能性が濃厚ですね。ドラの表示牌、ウーソー切りかといってイーソーまで切ってるんでチャンタではない、マンズかなと。
ただセオリー通り言うんであればマンズ狙うときに自分からチューンは切らないと思うんですよね。ちょっと左の手は変則手は読めなかった。9番ドラでトン3局、この手もパッとしないですね。パッとしない手ですね。まあこういうパッとしない手の時は私は若干こう自敗を切んじゃなくて、できるだけ手が伸びた時だけ自敗を切っていくみたいな。4人ともピンフ系の捨て牌、普通の単品リーチという感じではあります。ドラが9番じゃなければ今の、あ、裏めったか。ちょっとここトン3局で B なんで少し上がりたい気持ちがあるので白を切りました。あんまり手が伸びたとは言えないけど白を。789が見えてきた。スーピンジャントーの789を見たけれどもスピードが追いつかないですね。トップまで7000点なんで、マンガン上がればトップ。マンガン狙える手ですね。ドラパーワン、789の3色、6チッパの3色になればマンガンが見えてきますが、チュンシャー本一マンガン、右はチュンシャー本一マンズですね。マンズの本一で6チッパになりそう。こっちはチュンシャー本一、ドラ2枚ぐらいあればハネマンでトップ。これ貼ったら即リーかもしれないですね。リーピンドラ1、3900で即リーすると思います。ちょっと手代わり待つ余裕はないので、あれ、ちょっとまさかのこの形か。ちょっとこれちょっと自分でリーチかけましたけど、急走落としが正解な気がしますね。焦ったか裏に頼ったリーチなんですが、自分の打ち方だったら急走切りで単品3式6チッパ見るんですけど、なんか今時間にせかされてもリーチと。まあ、結果的に反感できるんであれば話違いますね。歩も上がりますから、今のローピンでテンパイ、タンヤをついてましたね。右は本一そろそろ張ったんじゃないかなと。マンズ引いてきたら危険です。出てくるか。パーワンが出てきたってことはこれはローワンですね。ローワンかチーワンのどっちか。ローワンですね。ローワン、
あれ違った。裸短期なんで、リーチドラドラ、あ、裏乗ればトップだったんですが裏乗らず46歩なんで50歩と。まあ、結果的にソクリーが構想したかもしれませんけど、この1局はトップ取ってた人は取ってた1局ですね。特にトーン1のピンズの789の裏目とか、今のオーラスももうちょっと腰を重く打てば急走がローピンになってて単野をついてましてトップですし、まあ、ややまあ2茶でかろうじて2茶でよかったというような一局ですね。トップ取ってた人は取ってた一局、決して運がないとか月がないではないのでちょっと悔しいですね。まあまた地道に新しい読みは、新しい読みっていうのは目指してはいますけどなかなか出ないものなので、まあ今まである読みを実践でここで使うみたいな、そっちにそっちがメインになるかなと思います。まあ引き続き頑張ります。いつも見てくれてありがとうございます。何かこうなるほどと、なるほどと思ってもらえるような単語が、フレーズが、言葉が即興で出てくることを期待しながら自分でも頑張ります。どうもありがとうございました。